どうもクロスロードラボです。今日はですね、カホンって知ってますか？ペルーの打楽器なんですけど、最近ねアコースティックとかでライブやってる人とか、アコースティックとかでね音楽やってる方は結構ね、メンバーの中にカホンの奏者がいたりとかね、パーカッションとして、ドラムやってる方がね、アコースティックの時だけカホン使ったりとかする方が結構多いんですけど、意外とね買うと高いんですよ。結構ねいいやつだと4万円ぐらいしたりとかね。まあでも安いやつだとなかなか不満が皆さんあって、結局いいの買っちゃったりとかするんですけど、僕の場合ね、普段ギター弾いてるのでね、なかなかカホン欲しいなと思ってもお金かけれないんですよね。ライブとかで僕の場合使うわけじゃないので、ちょっとこうギターの人がいっぱい店に来た時とかね、遊びでセッションとかすると、ギターの人いっぱいいるから自分もギターになっちゃうとギターだらけになっちゃうので、僕はじゃあパーカッションでつってこうカホンをやることが多いので、そのためだけにね4万円とかかけるのもなーと思ってて、僕の場合はこのカホンは自作で作りました。はい。で意外とね簡単に作れるんですけど、やっぱりね結構どういう風に作っていいかわからないとかね、うちのお客さんからよく言われるんですよ。なので今日はちょっと紹介したいと思います。で中身のね紹介とかもちょっとしたいんですが、材料費は意外と安くてですね、僕の場合はまずホームセンターに行って修正パイン材を買いました。この上と上、ここに座るんですよね。上と横2面ですね。で3面この横でこの下、はい、これでだいたいね、2600円ぐらい、安いですよね2600円。で前とこの後ろ、ここはね、ベニヤ板、シナのベニヤ板を使ってます。まああんまり深く考えないでねとりあえず材料を選んだんですが、木材によっても結構音が変わるみたいです。はい。構造的にはですね、簡単に、箱を組んじゃえばいいだけの話で、まずこの上と側面、この側面ね、側面、こことここを何かしらでくっつけちゃいます。まあ、ビス打ちでもいいですよ、全然。ビス打ちの後に、まあ、接着剤つけるとかね。まあ、接着剤つけてビス打ちか。それでもいいですし、まあ、とりあえず崩れなければいいです、この箱は。何でもいいです。で、前と、あ、前じゃない、後ろですね。後ろと、この前はビスで止まってます。で、僕の場合ね、もう後ろ外すことないと思って、まあ、ビス打ちして、ここにね、何箇所もビス打ちして、もう塗装もね、一気にやっちゃってるので、この後ろはもう開けれないようになってます。はい。まあ、なんでこういう構造にしたかは未だにちょっと謎なんですけど、まあ、何かあった時は前からでいいかなと思って、前はね、ビスで開くようになってます。はい。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じです。一応ね、表この表面のここはね汚れるんで、クリア塗装というかしています。それでも汚れますよね。まあ、クリア塗装しとけば水ついたものでこう拭いちゃったりとかね、僕はしてます。はい。で中はですねこんな感じになってます。はい。まずね、なんかね、最近使っててボワンボワン、低音がボワンボワンするなと思って、このミュートブランケット、店にあったねブランケットを詰めてみました。そしたらね割と詰まった音がするようになって結構効果的だったので、カホン普段ねライブで使ってる方でちょっとボワンボワン低音が言っちゃう、ボワンボワンするとねハウっちゃうんですよ結構。なのでボワンボワンするなと思ったら、こうミュート入れてみてもいいと思います。で一見
あ、なんか埃がすごい。一見こうやってね見るとすごい難しい作りのようになってますけど、すごい単純な作りになってます。まずね、これギターの弦貼ってあるんですね。ギターの弦がちょうどこのここに当たるようになってます。この表面のベニヤにね。そうするとこういうバシャっていう音が出るんですよね。まあ今ちょっとビス止まってないんですごいバシャバシャ言ってますけど、はい。で、僕の場合ね、お手本にしたカホンがあって、旭川で作られてるデコラっていうねメーカーのカホンをお手本にしました。そこはね弦がこうやって 1,2,3,4,5,6,7,8 と8本貼ってあるんですよね。それでさらにはこういう風にギターのペグがついてて、ここにね調整できるようになってます。この張り具合、まあこの仕組みはねそんな難しいことなくて、適当な板買ってきてなんとかこの前にね弦が出るようにすればいいんですが、少しねちょっと調整のためにこの辺削ったりしてるんですよね。はい、いろいろちょっと叩きながら、あ、これ微調整みたいなね、なんか後からやったんでねだいぶ雑な作りになってます。はい、でこの後ろはねこの丸の開け方結構簡単ですよ。丸のなんかのコンパスでもいいですけど、何か丸をつけて、あの電動ドリルとかでねこう穴ちょっと開けて、あとはミニノコで手でね削ってます。はい、手でやっちゃってますね。まあそれで最後ヤスリ掛けすれば、まあ、こういう穴が開きます。まあ、大中小いろいろありますけど、まあ、花本によっては横に開いてるものとかね、横がベニヤになってたりとかするものもあるので、僕の場合は、ちょっといろんな花本を参考にして、この位置に穴をつけました。はい。この中の仕組みなんですけど、花本によってはね、スネアドラムの底についてるスナッピー、響き線ってやつですね。スナッピーをね、こうやってパタってね、当てるだけ、ここの座面にスナッピーが当たってバシャバシャ言うものとかもあるんですよ。それの方がね、カホン作るのは簡単です。なんかね、まあ良し悪しあるので何とも言えないんですけど、別にねどっちがいいどっちが悪いってこともないです。スナッピーでも全然いいです。スナッピーの場合はただこの座面にスナッピーが当たるようにすればいいだけなので、すごい簡単に作れると思います。ここにキー1本こう這わせて、そこにスナッピーをビス打ちしてね、こう画面にこう当たるようにすればいいだけの話ですから、まあスナッピーはカットしちゃっていいです、自分でね適当に。はい、で後からなんですけど、このここね、この弦があんまり綺麗に画面に当たんなかったのでね、ここにちょっと爪楊枝挟んで、4箇所爪楊枝を挟んで画面により当たりやすくしてます。まあ微調整ということでかなり雑な感じになってるんですけど、であとは割と大事なのはこの弦の張力にこの木が引っ張られて負けないように、後ろに一応ね一個こう木を当ててます、こっちね。まあそういうの割と大事かなと思ったんですが、まあそんなに中はね無塗装ですよ、塗装してません。で塗装に関してはね、横とかはあんまり落下塗装とかしない方がいいと思いますね。これポリ塗装なんですよ、ポリウレタンポリ塗装。やっぱりねこう水で簡単に拭けますし、ラッカーだとね、なんかベタベタしてきちゃったり、あと気温の変化とかね、あとゴムに弱かったりとかするので、あまり向いてません、多分。はい。で、後ろ、カホンってね、これ座るものなので、下ね、このゴム足は200円。で、弦はね、あ、そう。こういう、あと弦タイプにしたい場合は、僕の場合は、ダダリオのね042を使ってます。これでね個別に買った800円。はい、弦はねなんかいろいろ試してみると面白いかもしれないですけど、ちょっと試すね根気が足りなかったですね。はい、もう疲れちゃって作っててね。でも割と1日2日でできちゃったんですよね、色塗りも合わせて。そんなに大変じゃなかった記憶はありますけど、調整の方が大変でしたね。微調整、ビス打ちしてこれ、ね、つけてビス打ちして叩いてうーんってやってまた外してんの繰り返しをやってたんでね、まあそんな
楽しかったですけどね、なかなか時間はかかりました、はい、こんな感じですかね。そんなにねややこしいことはしてないんですけど、あとねこう実際この上に座るのでね、ここカンナかけて、こうやってねカンナかけて、あとは丸くヤスリをかけていきました。こうやってここ後ろ、ここもそうですね。ここまあこれはね別にやんなくても、やってもやんなくてもって感じです。でも座ってる時にここ角になってるとちょっと痛い場合があるかもしれないので、僕の場合丸くしました。これの方がね塗装した後に削るってなるとまた塗装しないといけないのでね、やる気ある人は最初からやっといた方がいいですね、はい、こんな感じですかね。ちょっとぜひねカホン欲しいけどちょっと高いと、お金ないっていう人は作ってみてほしいなと思います。あとこう市販のカホンにもよるんですけど、このね横ここはねビス打ちしてません、この角だけだから上は3つですね。でこっちはね 1,2,3,4,5 片側、ビス打ち5個で下3つ、同じ間隔で3つこういう風にねなってます。でここはちょっと開いてるとねこのパチパチパチって音が出るんで、少しここ僕の場合はこういう音が出したいので少し浮いてますね。でちょっと10代の方とかもね見てるかもしれないので一応なんですけど、 DIY の基本としてこういうねところビス打ちするときはいきなりネジ打ち込んじゃダメですよ。ちゃんとドリルで下穴開けてその後に、ビス打ちます。はい、これねもう本当に夏休みねまだ残ってる方いらっしゃったらホームセンター行ってね材料買ってきて、その日のうちにもう組み立てできちゃいますから、塗装ってなると次の日2日かかるかもしれないですが、ちょっとね時間ある人は簡単に作れちゃいます。で大体のね予算としては、修正パイン材2600円、このね木ね、でシナのベニヤこことこっちで590円、ゴム足200円、ダダリオ、042ギターの弦ですね、6弦のことです、42いったら大体が800円、8本でね、あとねカンナ800円とかヤスリがまあ何百円か、あとミニノコ650円みたいな感じなんですよね。だからねなんかそんなお金かかんないですし、ギターのペグ、これと同じように作りたいならばギターのペグが必要なんですけど、僕の場合ねちょっとギターのペグ手に入れるときはねちょっと知り合いからいらないギターのペグをもらったんですよ。なんですけど、ヤフーオークションとかでねメルカリとかああいうの使って安く手に入れるしかないと思うんですよね。ジャンクギターから外すとかね、1000円とかで見つけたジャンクギターから外すとか、ギターのペグって新品で買うとめちゃめちゃ結構高いので、そういう壊れかけのギターとかもう壊れてるギターとかから外して、使うのが一番いいと思います。はい、まあ別に調整しないんだったらああいうペグとかつける必要ないんですし、あとさっき言ったみたいにスナッピー響き線がここに当たるようにすれば全然簡単に作れます。ギターのペグとかいらないですかね。はい、で最後にですね一応ここ測ってみましょう。高さね、このパイン材のところだけちょっと測りましょう。上がここまでか、46で30センチ、ここが30センチです。30センチね、ここがね、でこんなもんですよね。あとは縦測ったし横測ったし、うん、でねホームセンター行ったらカットしてくれますから木だから1枚、僕の場合確かね結構長い修正パイン材からカットしてもらってこの感じになったので、これぐらいのサイズの修正パイン材カットされたものを買うと逆に高かったりしますので、ベニヤもねちょうどいいサイズにカットしてもらってください。そしたら簡単に組み立てられます。もうあともう組み立てみたいな感じなのでね、そんなに大変じゃないかなと思います。で最後にですね、ここにサイン入ってるんですけどね、これ日本でね、
パーカッショニストでこう活躍されている仙道沙織さんからねサインいただいたものなんですよね。で仙道沙織さんね、結構カホンのセミナーとかで全国回られたりしてるので、そういうセミナーに参加したりライブ見に行ったりね、たまにしてたんですけど、それでサインいただいて、カホンね、実際にこれ叩いてもらったりとかねしました。で仙道沙織さん結構 YouTube でね、動画も出してたりするので、ぜひちょっと興味ある人は見てみてください。あとは博士太郎さんの、バックをやってたりとか、長谷川清さんのバックやってたりとか、結構いろいろねご活躍されています。その仙道沙織さんが旭川のねデコラっていうメーカーの花本を使っているのを見て、いいなと思ってこの八本弦花本にしたわけですね。ぜひなんか興味あったら YouTube ちょっと検索してみてください。はい、それでは最後にね、ちょっとカホンの演奏動画見てもらいたいんですが、基本的にお遊びでちょっとやってる程度なので全然カホンは上手くないです。はい、練習もしませんしね、全く。なので一応参考までに、音のこういう音出るよっていう一応参考までに、最後ご覧になっていただきたいなと思います。はい、それではチャンネル登録、Twitter フォローぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。